道中諸法とは、道中条目とも呼ばれ、江戸幕府が、大名、公家や幕府役人などの特定身分の者に対して出した交通法規。また、講義においては、江戸幕府及び諸藩が、一般民衆をも含めて、対象とした各種の交通法規を総称したものを指す。官営3年及び、同11年に行われた、 将軍上落の際に具部,部者の道中作法を定め、違反者には資材を含めた厳しい処罰を科すこととした。同12年の武家小八トで参勤交代が法制化された際には合わせて大名行列の従者制限が定められた。同19年に将軍の日光社産が行われると、上落の例に合わせた具部規定が設けられ、 具部規定制定が以後日光社三事の恒例とされた。その後、明暦二年には二条番主に対する道中、作法定め書きが出され、翌年には大阪番主を含める形で改正された。さらに、法永元年には参勤交代における具部社、人馬利用、宿泊に関する道中規制が出された。これらの法制の集大成が、 聖徳二年に出された道中筋上目である。これらは大名、旗本、財番主長奉行、遠国奉行などを対象とし、天人張り用、賃金不払い、通日雇い人足の非分、三度飛脚や、町人受け負い荷物の果官名をはじめとして、各種不法行為を取り締まるものであった。ほぼ同時に五街道など主要道の宿液。 助けの村々にも天井木をつけて通知された。道中筋上木は、その後、延響4年、法歴8年、完成元年と改正され、文政4年10月には、道中政法、道中、取締り触れ書きと3点セットにして交付された。その他にも、教法6年には参勤交代の具部社を、六高別に規制したほか、天保7年には前述の道中、 取締り触れ書きの改正を行った。また、こうした幕府の動きに合わせて、諸般でも自主的に道中の行動を規制する規則を定めた。ありがとうございます。